ドナルド・マクドナルドハウスは、病気の子どもとその家族が利用できる滞在施設です。全国11カ所の病院の敷地内や徒歩圏内に立地し、病気の子どもとその家族をサポートしています。日本にドナルド・マクドナルドハウスが誕生して今年で20年、延べ7万2000を超えるご家族がハウスを利用され、およそ43万泊を提供してきました。そして現在、支援の輪が少しずつ広がり、およそ2000名の地域のボランティアの皆様、継続的に寄付をくださる支援企業や個人の皆様など、多くのサポーターのおかげで、患者さんとその家族が一緒に過ごせる時間と空間を提供することができ、たくさんの笑顔を生み出すことができました。もともと生まれてすぐにもう亡くなる可能性が高いって言われてたんで、もう今夜が山ですっていうふうに言われて、緊急手術になっちゃって、何の準備もせずに東京に来ちゃって、すごい大変でした。先生から嫌なこととか言われた時でも、もう泣く場所って病室しかなくて、でここがなかったら多分もう子供に対してもずっと落ち込んだ感じで接してしまうんだろうけど、ここで切り替えができるので、やっぱりストレスを抱えずに自分が行けば、子供も明るく一緒に遊んでくれたりとか、共同で使えるようなボディーソープだったりシャンプーがあったりして、ご飯ももうコンビニばっかりだったんですけど、カレールーだったりとか、お米も置いてくださって、そういうのがあって助かるし、もうここが自分のお家だと思ってホッとする。一番辛いのは本人だと思うので、小さい体でやっぱりずっと毎日頑張っているので、それを支えていこうっていう。マクドナルドハウスがなかったら、もっと精神的にも体的にも疲れていて、で本人に対してしてあげられることがもっと少なかったかなとも思いますし、時間が長く病棟で一緒にいられるっていうのと、夜中でも熱出ましたって連絡もらえればすぐ行けるので、ありがたいなと。みんな頑張ってるお母さんたちが集まっているので、相談してみたりとか、お互いの顔見てほっとしたりとかすることはよくありました。病院のすぐ近くにあるということで、何かあればすぐ病院にも駆けつけられるし、ボランティアさんもね、受付でお帰りなさいとか、行ってらっしゃいとか、そういうね、何気ない挨拶なんですけど、暗い感じの時もね、ちょっとこう光が差すような第二の我が家と思っています。ドナルド・マクドナルドハウスは、どんな状況に置かれていても病気の子どもをサポートするご家族の支援のために活動しています。ハウスの運営は 100% 皆様からの寄付で支えられています。石井先生でございます。ドナルド・マクドナルドハウス20周年おめでとうございます。僕はもう本当に最初の頃から歌うことぐらいしかできないですけど、訪問させていただいたりして応援させていただいてるんですけども、いつも思うのはやっぱりその視点というかね、その子は大変だと、もちろん大変だと思うんですけど、やっぱりそれをこう支えているお父さんお母さんはもう本当に大変だと思うんですよね。そういうところにこう目を向けるっていうことっていうのは、ある意味ではお子さんを助けることにもなりますからね。お父さんお母さんが元気だっていうことはね、だからそういう滞在施設 を作るっていうのを聞いた時に、なるほどなっていうふうに思いました。なんか自分のなんか僕もグランドエンジェルって、ね、やってるんですけども、まだまだなんかもっともっとちゃんと考えないといけないなというふうに思いますね。
さて、全国に11ハウスができまして、さ一昨年ですかね、大塚ケントハウスの方を訪れまして、僕の絵を描いて送りましたけども、喜んでいただけてくれてたら嬉しいんですけどね。またそんな感じで、なんか行ってはこう絵を描いて送ってこようかなと思ってます。また12軒目ハウスができるの楽しみにしております。頑張ってください。応援しております。石井哲也でした。皆さんこんにちは、プロゴルファーの深堀圭一郎です。ドナルド・マクドナルドハウス、できても20年経ちました。最初の頃から、ゴルフを通じてですね、ハウスの支援をに対する協力をさせていただいております。最初やり始めてから、どんどんこのハウスの必要性あることによって、家族の幸せだったり笑顔だったりというのがどんどん戻ることができていると思います。家族の方にこれからも多くサポートしていただけるように、しっかり頑張っていきたいと思います。こんにちは、パラ陸上の走り幅跳び中西真也です。私にできる支援ということで、支えながらではありますけれども、ドナルド・マクドナルドハウス様のイベントなどに積極的に参加をさせていただいております。今世の中とても大変困難な状況で、ドナルド・マクドナルドハウスをご支援の皆さんも大変な思いをしていると思いますが、大変な状況だからこそ支援の力を大事に、これからも頑張って皆さんで支えていきましょう。よろしくお願いします。北海道日本ファイターズの近藤健介です。僕は去年から安打数という形で成績に応じて寄付させていただいています。施設を利用するご家族や病気と戦うお子さんからメッセージをいただいたり、こちらも元気をもらっています。これからもハウスへの支援の輪が広がれば嬉しいです。自分自身も継続し、より多くの方々に支援ができるよう頑張りたいと思います。人生で感じたことのない感情を抱いたというか、まあそれをなんで言葉にするのは難しいんですけど、まあとりあえずグッとくるものがあって、まあ一回とりあえずちょっと続けてみようかなっていう、まあ自分のためにやってみようかなっていうので続けることを決意したって感じです。まあ、やっててなんていうんですかね、幸福度が上がったのかなと思います。自分自身のやる前よりも幸せを手に入れてます。社会貢献活動の一環として個人の皆様、企業様からの寄付をお願いしております。今後社会は医療を具体的にどのように支えていくべきなのか、行政、企業と社会が一体となって医療を支援していくことの大切さについて、衆議院議員野田聖子さんと日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼 CEO 樋色保さん、ドナルド・マクドナルドハウス財団理事長の五十嵐さんに詳しくお話を聞いてみたいと思います。皆さんこんにちは、ドナルド・マクドナルドハウス財団理事長の五十嵐隆です。これまで当財団は小児医療と社会をつなぐ役割を担い、社会全体で困難な状況下にいる子どもたちとご家族の支援を行ってまいりました。本日はお二人のスピーカーの方々とご一緒に、現在の社会状況を踏まえ、今後も社会全体で小児医療を支える大切さについて考えていきたいと思います。まずお一人目は野田聖子さんです。20年前になりますけれども、世田谷ハウスの開所式に野田さんも参列をいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。で、社会が小児医療を支えるというその第一歩に立ち会われたわけですけれども、この20年間を振り返りまして、日本の社会はこうした小児医療に対して、あるいはその環境整備に向けてどのようなこう変革があったとお感じでしょうか。20年前世田谷ハウスにお招きいただきましたことを本当に嬉しく思っています。当時私はもうすでに国会議員を務めていまして、その自分の政策が子ども政策だったんですけど、自らはその手前の不妊治療の当事者としていろいろ政策を考えていた時代だったと思います。
で当時のじゃあ政治の中で小児医療っていうのが非常に大きな地位を占めてたかっていうとそうではなく、まあ、そんな中で非常に先駆的っていうか小児医療ですらなかなかこう話題にならない中、そこを支えるハウスができたっていうことは、まあ、驚きでありました。やはりそういうまだ世の中が需要してない中でそのハウスが続けられていくのかなとか、志は高いけどそれにその当時の国民がついてってくれるかなっていうドキドキした気持ちがあったことをやっぱり今でも思い出しています。さてもう一人のスピーカーの日本マクドナルド論、ヒーローさんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、世界各国には、当財団と共通のミッションを持つ財団がありまして、どの国におきましても、マクドナルドが中心になってハウスの運営をしているというふうに伺っております。これはグローバル企業としてどういう点から、こういう活動をされたというか、お話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず第一にマクドナルドの創業者レイ・クロックっていう方なんですけども、まあ、この方がもう創業の時からやはり企業というのはその、まあ、お世話になっている地域の方々に、支えられてビジネスができているんだからしっかりとそのお返しはしなきゃいけない、まあ、良き企業市民でなければいけないっていうそういう考え方を非常に強く持っていた方だったようです。まあ、そこをまあベースにですねまあ、このハウスだけじゃなくていろんな地域社会に対する貢献をしていこうと、その中で特にお子様のこう健全なこう育成とかですね、まあ、そういった成長それを支えるまた家族こういったところにしっかりとサポートするというのがマクドナルドのいわゆるブランドのですね目指すべきところともかなり近いということでずっと支援を続けてきたというふうに聞いています。野田さんは先日、はい、開所10周年を迎えました東大ハウスを視察いただきました。実際にご訪問されまして意見交換、まあ、特に病院の関係者と詳しくお話をされたと思うんですけれども、その時にどういうお話をされたか伺わせていただけますか。はい、蔦谷ハウスの時には本当にびっくりすることも多かったんですけど、東大ハウスは母になった私で、まあ、五十嵐次長がご紹介いただいたように五十嵐ドクターのおかげで息子は大変重篤な障害や病気を抱えて生まれてきたんだけど、まさに東大病院が実家みたいな2年3ヶ月入院してましたから、さまざま全国世界中からのお友達と出会う機会があったんですが、私の場合は幸い自宅が東京にあったので看病に通うことはできたけど、やっぱり地方の子たちが来た時にやっぱり親さんがその安心してそばにいれないっていうそれをやっぱ克服してくれたのが東大ハウスだったと思います。本当に世界中の子どもたちが難病を抱えて東大の病院に来てそして家族で支え合ってるっていうそれをやっぱりしっかり守ってくれて来たのが東大ハウスだと思って、まず感じたことは施設の素晴らしさもとより今お話があったボランティアさんたちが醸すその本当にあったかい空気、これがハウスの魂なんだなっていうふうに実感してきました。そしてまあこういう厳しいコロナ禍にあっても一人でも多くの方を支えようというその最善を尽くそうという医療的にも福祉的にもそういう取り組みを聞かせていただいて本当にありがたく思いましたし、それがやっぱり日本のロールモデルになってもらいたいなっていうふうに期待しているところです。さて、ヒーローさんにも伺います。これまでのマクドナルドの、ドナルド・マクドナルドハウスの支援活動は具体的にどのような活動があって、またその活動がこの20年間でどのように変化をしてきたのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まず第一にマクドナルドハンバーガーレストランですので、そのレストランの中に募金箱これをまあ置いてそこでハウスの紹介とともに
寄付をいただくというようなことをずっと続けています。それとやはり年月が経つにつれ いろんな形でいろんなチャンネルでご支援をいただくというようなことを続けてきています。例えばマックハッピーデーというのを1年に一度やっておりますけれども、日本全国すべてのマクドナルドでその1日のハッピーセットが寄付につながるというようなことをやっています。これはマクドナルドだけではなくて、我々のお店を支えてくださるフランチャイズのオーナーの方々、またあのサプライヤーの方々なんかも一緒になって、まあ、一大イベントにするんですね。まあ、これで認知を上げるとともに、こういった、少しでも支援してみようという方を増やすということをやっています。まあ、その他東京マラソンで、支援につながるような活動を結びつけたりとか、チャリティーランという形ですね、一緒に仲間と楽しく走ってそれが寄付につながるというような、まあ、ですからただ単に寄付をいただくだけではなくて、やはり何かその活動を知ってまさにそこに参画しようというようなところにつながるような、そういう活動をいろいろ知恵を絞って考えて、試行錯誤しながらやってきているというのがこの20年だと思います。はい、ありがとうございます。企業では、最近こう CSR 活動に積極的に取り組むケースが増えているというふうに伺っています。経済活動と社会貢献活動をバランスよく推進する国の在り方についてですね、どのように国会議員としてお考えなのか教えていただきたいと思います。これは世界中の中のマクドナルドという、企業があって、多分日本のその他国との相違点を一番よくご存知だと思うんですけど、寄付文化がないんですね。要は私は高校時代アメリカに行ったんですけど、寄付することがやっぱりプライドであったり、その社会的地位とか、時には立候補要件、これだけの寄付をしたから立候補者として最適であるみたいなことになるんですが、日本の場合はそういう文化が根付いてないので、できる限りその寄付をすることで社会的な評価が高まるような、またはその税制面の優遇とか、そういう、こうインセンティブ作りをしっかり取り組んで、いかなければならないし、実際にそういうふうに取り組んできてるんですが、まだまだそういうところが十二分でないなということと、奥ゆかしいっていうか、その寄付をひけらかしちゃいけないっていう、なんかそういう先人たちのなんか見教えのもと、私は東大ハウス のプレートはすごくいいと思うんですよ。そういうことをしっかりと本人も誇りに思って、寄付した人も誇りに思って、それを受け止めた人がやっぱり称賛してくれる、そういうやっぱり新しい寄付文化社会っていうのを作っていけるような、これ法律なのかやっぱり制度なのかわからないんですけれども、それを改めて意を強くした感じがしました。寄付の文化が日本は遅れているというご指摘がありましたけれども、もう一つ寄付のフラッグがなかなか日本では見えにくいという点もあるんじゃないかと思うんですね。ですからマクドナルドも含めまして、ハウスも含めましてですね、フラッグをしっかり立てて、でそれを国民の方たちに理解してもらうっていうことを、すれば、私は必ず少しずつだとは思いますけれども、寄付の文化っていうのは育つんではないかと信じてます。次に企業の社会的責任についてヒーローさんからお話を伺いたいと思います。はい、やっぱりこう企業も最近はそのただ単に売り上げを上げるとか利益を上げるとかではなくて、やはり働いている人たちがその企業の目的って何だろうと、いわゆるパーパスなんて言われているようなものに対してしっかりとこう共鳴するってことがものすごく大事だって言われているんですね。ですからやっぱりこの社会貢献活動というのも企業の普通の活動と完全に分かれているようなものではないと思うんです。やっぱりその企業で働いている人たちが自分たちが働いている企業の目的は何だろうかと、その社会に対してどういう貢献をするために事業しているのかっていうところをしっかりと理解してもらうってことは、その従業員のエンゲージメントレベルを上げるっていう意味ですごく大事なんですね。こういった社会貢献活動というのはそういったところに直接結びつくところだと思うんです。ですからこの社会貢献活動をすることによって企業が
良き企業市民としてしっかりと役割を果たすと、地域の方としっかり寄り添うということが一つと、また会社がじゃなくて、そこにいる一人一人の従業員が自分ごととして何かやっぱりできることをやろうっていうふうに思ってもらえる効果もあると思うんですね。先ほど寄付の文化がっていう話がありましたけども、決して日本人は思いやりの気持ちとか支え合いの気持ちがないわけじゃないと思うんですね。それをお金で表すっていうところがなかなかつながりにくいっていうところがあると思うんですけれども、いざやっぱりそのボランティアに参加したりとか、先ほど言ったチャリティーランに参加してみると、途端にやっぱり自分ごとになって、で支援してみよう、ちょっと少ないけれども寄付してみようっていう気持ちにつながるんですね。ですからやっぱり大事なのは、こういかに巻き込んで、ただお金を出す人受け取る人じゃなくて、自分も何かそこに関わるっていうような、そういう仕組みを作っていくと、よりこう企業の経済活動と、そういう社会貢献活動っていうのがよりこううまくつながるんじゃないかなと思います。はい、どうもありがとうございます。次に、医療の進歩と、子どもたちの命が救われているという点について話題を変えたいと思います。医療の進歩によって、これまではたくさんの子どもたちが亡くなってきた、のが、非常に救命される、率が多くなっております。しかし病気そのものを完全に消すということはなかなかできません。その結果として障害とかあるいは病気を持ったままだんだん大人になっていくという子どもたちが今非常に増えています。医療的ケア児は今2万人を超えているというふうに言われておりますし、それから人工呼吸器をつけて在宅医療をしている子どもたちも今4100人を超えるということで、共に調査をするごとに増えてきています。国会議員として活動をしながら、母親としてこの医療的ケア児の息子さんと生活をしている野田さんに、日本の社会の問題はどういうところにあるというふうにお考えでしょうか。医療的ケアっていうとちょっとギョッとしちゃうんですね。気管切開をして人工呼吸器をつけてたり酸素を入れて、または胃ろうにして、 そこから栄養を入れると、そうだけを見るともうその急なんていうかな、こうターミナルケアって終末医療のイメージが強くて、そういう医学の進歩とやっぱ国民の知見が伴えない中で社会に出てきた時に大変苦労しました。もう明日にでも失う命思った子たちじゃないかっていう誤解があって、なかなか教育現場とかそういうところで受け入れてもらえないっていうところがあったんですが、多くの全国のドクターの熱意、周りの皆さんの熱意で2万人という子どもになり、少子化の中でも相当数やっぱりしっかりと生きることができるようになったので、改めてその誤解偏見を解いていただくために、今年の国会で医療的ケア児に特化した法律案を出して、でこれで全国の国民はもとより市町村そして教育機関等にご理解いただいて、普通の子どもたちと同じ道を歩んでいけるような、そういう多様な国にしてもらえるよう今取り組んでいるところです。ハウスで家族とその頑張ってきた子どもたちもたくさんその中にいると思うので、ご期待に応えられることができればいいなと思っています。はい、ありがとうございます。医療的ケア児の、お母さんというのは、どんなにキャリアがあってもですね、仕事を辞める方が少なくないという現状をなんとかしていただきたいなと思っているんですけれども、野田さんはその点について何かこう見通しのようなものはお考えでしょうか。実践しています。血のつながらない他人であっても愛情を持って常に接していれば子どもは安心するし、で今大切なことはその一人に任せる社会を変えて、夫婦であれば夫婦が五分五分でやれる、さらにはその周辺の例えばハウスにいるボランティアの人たちが家族を支えているように、企業にあってもそういう子どもを抱えた仲間がいたらみんなでその仕事をシェアして、男であれ女であれやっぱり子どもと一緒に過ごす時間を作ってあげるっていう、そういう分かち合いをする、企業の評価が上がるような、そうなってくると思います、おそらく。それが結果として
働きやすい、その先ほどもお話しあった従業員にとってハッピーであれば消費者にとってもハッピーな企業になって、CSR 上こうグレードが上がっていくんじゃないかなって期待して、それまでの医療っていうのはがん対策とかさまざまな対策をしてくれてるんだけど、子どもだけが落ちるんですね。大人が言う対策ばかりで、やっぱりハウスにいる、ハウスにかかる子どもたちは小児がんだったり医療的ケア児だったり、でもそこは大人の対策から漏れることがあるんで、そこはやっぱり今までハウスは支えてくれてたと思うけど、行為に甘えるだけじゃなくてしっかりね制度の中で子どもの病気に対しても答えを出していきたいなと思います。大変重要な指摘だと思います。生育基本法もできまして、一緒にそれが、相互作用で、健康な子どももそれから病気を持ったお子さんもみんな同じようにいろんな支援が必要な場合には受けられるというような体制が日本にできるということを期待しているところです。ところでヒーローさんはこうした社会で、生活している病気を持ったお子さんたち、あるいはご家族を支援するということについて、企業のお立場でどのように感じられ、また今後どのような支援を考えていくということが可能なのか、もし少しお考えございましたら教えていただきたいと思います。はい、マクドナルドには本当にいろんな多種多様な方が毎日お店にいらっしゃいます。でもその中でもやはりこうお子様と一緒にいらっしゃって、笑顔でですね、ご家族の方と本当に素晴らしい笑顔で、マクドナルドのですね食事召し上がってらっしゃるお子さんを見ると、本当に嬉しくなるんですね。そういうこう一瞬っていうのはやっぱり誰に対しても提供できなければいけないと思います。で、残念ながらそういう経験ができないお子様に対してもやはり少しでも笑顔になってもらえるような、企業としてできることは限られてますけども、ハウスに対する支援も一つですし、そういったことを通じて、少しでも、ご家族とお子さんの、笑顔のために、マクドナルドってスマイルっていうのが言ってますけども、やはりみんながスマイルになる。でそのお子様、医療的ケア児だけじゃなくて、その家族だけじゃなくて、またそれを支える人たちも、笑顔になれるような、そういった支援をやっぱり続けていかなきゃいけないなというふうに思っています。はい、力強い言葉ありがとうございました。それでは最後に一言ずつ、当財団に対するメッセージをいただきたいと思います。はじめに、野田さんお願いいたします。ハウスの考え方っていうのはなかなか20年前は日本の、医療の世界もとより国民生活の中でも馴染みにくかったことだと思います。それを貫いていただいた財団に感謝するとともに、20年前の東大ハウス、そして、今後もその全国津々浦々にそういう安心安全の家族の場所っていうのを作ってもらえるよう、これは財団のリーダーシップのもと、ヒーローさんはじめ応援していただいている企業の皆さんが私たちよく支えてるって、子どもたちを支えてるって言うんだけど、嘘、それは違って、子どもが私たちを支えてくれると思ってるんです。なんかこう辛い時でも、仕事でへこみそうの時でも、家に帰って息子が大丈夫って言ってくれるだけで乗り越えられることは随分ありました。だから私たちが子どもを支えてるっていうよりも、その子どもたちによって自分たちが支えられるんだっていうことを、みんなで分かち合えることができれば素敵だなと思います。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ではヒーローさんお願いいたします。はい、もうこのハウスの活動って本当に素晴らしいと思います。私もマクドナルドに入る前からボランティアで実は関わっていたんですけれども、本当にこうお子さんたちが、心細いお子さんたちがですね、やはり近くにご家族の方がいらっしゃる、ご家族の方もすごく心配、お子さんのことが心配だけども近くにいてすぐに会いに行ける、こういった場を提供しているっていうのは、この素晴らしい活動だと思うんです。そういったところに、多少なりとも、支援という形で、関わらせていただいていることを大変本当に光栄に思いますし、
で本当に先ほど申し上げましたけども、この20年関わってらっしゃった方々、ボランティアの方々、本当に素晴らしい活動をしていただいているなと思います。で、まあ、少しでもその方々のですね、本当にこう、思いや、今までのこの20年間の活動に、しっかり負けないような支援をこれからもしていきたいというふうに思っています。はい、どうもありがとうございました。続いてのテーマは小児患者とその家族が求めることです。ドナルド・マクドナルドハウスを利用する小児患者と家族は何を必要とし、何を求めているのでしょうか。実際の現場の声を聞いてみたいと思います。こちらのテーマについては東京大学医学部附属病院副院長看護部長の小宮山さんと、ボランティア団体であるメイクアウィッシュ事務局長の鈴木さんに詳しくお話をお聞きします。本日はお忙しいところありがとうございます。DMHC は病気の子どもたちとその家族のために病院の近くで、滞在場所を提供し、これまで20年、病気の子どもたちと、ご家族を支えてまいりました。これまでの20年の中で、多くの方々に私ども自身も多く支えられてまいりました。感謝の気持ちを込めて、またこれからの20年の希望を持って、本日はお二人の、ゲストをお招きしてお話を伺ってみたいと思っております。まずはじめに小宮山さんには、どのような、まあ、患者さんが入院され、またどのような生活を、ご家族と共に送られているのか教えてください。はい、東大病院は、高度急性期医療を担う特定機能病院です。地域の方々から総合周産期母子医療センター、まあ、お産に関係する医療や小児医療に対する期待も非常に高くなっているというふうに感じております。で、当院におきましては、小児医療に関するベッド病床数も増やしながら小児医療に対応しております。内科外科そして、集中治療を受けるお子さんが多く入院していらっしゃいます。あらゆる疾患そしてあらゆる、まあ、外傷怪我などに対応する患者さんが入院しています。それぞれお子さんのご病気もお怪我も違いますけれども、そのお子さんお子さんお一人お一人にできるだけ沿った医療を提供したいと考えております。まあ、ご家族ファミリーセンタードケアというのが今世界の中でも提唱されていますが、そういったことができるようにと私たちも日々協力し取り組んでいるところです。ありがとうございます。マクドナルドハウスにも何か役に立つことがあるんだなと思って安心いたしました。それでは鈴木さん、鈴木さんの、団体は主にやはり幹事、子どもたちの夢を叶えるという名前の通りの団体かと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、私たちの団体は本当にまさにその名の通り、願い事をする、大変な重い病気と戦っている子どもたち一人一人の大切な願い事を、たくさんのボランティアの皆さんの力を借りながら叶えるお手伝いをしている、そんな団体でございます。実際に東大病院では何かメイクアウィッシュさんによってですね、はい、夢を叶えたお子様、はい、そしてその叶えられた後にどんな感じだったか、はい、もしご経験があればお知らせください。はい、ありがとうございます。本当に、はい、いつもお世話になっております。ありがとうございます。はい、願う気持ちを持つっていうのは本当に大事なことだなというふうに思います。私たちは体を治療するということを通して、まあ子どもたちが将来に夢が持てたり希望が持てたりっていう姿になることを本当に心から願っています。当院でも何人ものお子さんが、はい、メイクアウィッシュさんに夢を叶えていただきました。はい、スポーツ選手に会いたいだとか、はい、あるいは楽しい場所に行きたいとか、はい、普段病院にいては行けないところ、会えない方、見れないこと、そういったことを夢を叶えていただきました。はい、行く前から
どういうことをするっていうのをすごくワクワクして看護師や周りの方にお話ししてくれたり、あと行った後はもう本当に表情が全く違う、そして数日間やはり同じように自分がどういう経験をしたか、自分の経験がどんなに素晴らしいことだったかということを生き生きとお話をされます。そういったことはやはり病院の中だけではなかなか叶えることができません、うん、そういったことでメイクアウィッシュさんボランティアの方々のお力をいただいて子どもたちを元気にしてくれる、そして治療がこういうふうに花開いたんだっていうふうに私たち自身も思える素晴らしい経験をさせていただいています。いつも本当にありがとうございます。こちらの方こそありがとうございます。2020年21年と、コロナウイルスという社会で、今まで誰もが経験したことのないような事態がやってきたわけですけれども、これについてはまず小宮山さんの方からこのコロナウイルスの影響で、病院の中にどんな変化が、起こってどんなことが今もまた続いているのか、そのあたりをお聞かせください、はい、ありがとうございます。やはり病院という場所はいろいろな患者さんがいらっしゃいますので、感染予防という観点からは治療の時期を延ばせるとか、そういった場合にはあまりこう頻繁に病院に来ないようにしましょうっていう動きも最初のあたりはありました。ですので、お子さん の, 通院なども最初のうちは少し控えていた方も多いように思います。そして、入院されている患者さんに関しましては、お見舞いのご面会の方を少し制限をさせていただいて、それは今でも続けていることですけれども、そういったことで人との接触を少し絞る、感染予防のために人との接触を少なくするという対応を続けています。これはお子さんにとってはやはり非常につらいことだろうなというふうに思います。面会の時間を少し短くさせていただいたり、あと頻度を下げていただいたりしていますので、小さなお子さんなどはやはりお母様に会える時間が少ないとか、あるいは病院でついてくださっているお母様方も頻繁に例えばお父様と交代をするということは少し控えていただいていることなどから、ご家族の方の疲労も少し溜まっているでしょうし、お子さんからするといつもは自由に面会ができていたところが制限されるということで、お子様にとってもご家族にとっても辛い時期かなというふうには思っております。私どももハウスでも同じようなことが起こっていて、なかなか頻繁にお父様お母様交代ができない、でお父様お母様一緒にお泊まりすいただくことができない、ましてや子どもたちも来ることもできない、でこんなに近くにハウスがあっても行き来ができないということが今もあって、非常にそこは申し訳ないなと思いながらも、やはり感染拡大を抑えるという意味では病院と協力して行わなければいけないなっていうことを強く思っています。私どももハウス全体がコミュニケーションを取ってはいけないという制限だったので、まずお母様方からは非常に今までは同じご病気の、ね、方ご病気の子供お子様を持つということでつながって、ちょっとした時間一緒にお茶を飲んだりとかお話しすることがこのマクドナルドハウスのやはり泊まっている時の嬉しさだったり不安を払拭したりしていたけれども、それができなくて自室に閉じこもったりとか、またダイニングでもポツンと一人いらっしゃって黙々とアイロンかけをされていたりとか、そういうお姿を見かけることが多かったので、そんな時にどういう、ね、お声をかけたらいいのかというのは非常に私たち側も何とか何かしたいとは思うものの、何もできない無力さというか見守るしかないっていうような、ね、気持ちだったんですが、医療従事者とお子さんの関係以外のところはもう大きく変わっているわけですので、例えば病院の中ですと旧学校ですね、院内学級に通えないとか、あと、いつもでしたらプレールームで同じくらい の, 年齢のお子さん方と遊んだり、例えば行事
七夕、クリスマス、まあ、今ですと鯉のぼりの会などをできるものができないといったようなまあ変化がある中ですので、こちらができるだけ普段と一緒にと思っても、お子さん方はきっとものすごい変化を感じているんだろうなと思います。その前の年2019年に比べると約半数のご家族しかお泊まりいただけなくて、あの半分になった時に、あの何かあのたとえこうお泊まりを差し上げることができなくても、何か自分たちにできることがあるんじゃないかとか、またあの先ほど小宮山さんの話にあったように、何回も入退院を繰り返すお子様がやはり ある意味一時的に治った、もしくは治ったんだけども、また何年後かして通院をしなきゃいけない、入院をしなきゃいけないっていうお子様が増えたっていうことがあって、まあ、その中でその社会全体で病院に行くかもしれないし、また社会に戻るかもしれないっていうお子様に対して、何か取り組みはできないかということで、今年から昨年の終わりの頃から、これをシェアハート for sick kids というプロジェクトとして、心を共にしてできたを一緒に共有してですね、一個ずつ何か活動ができたらということで、シェアハート for sick kids ということで取り組みを始めたんですが、そのようなこう家族と子どもたちが、社会とこう医療を、行ったり来たりするようなことが多くなってきた中で、小宮山さんとしては大変として喜んでもまた戻られるという、ご家族をね、もう本当にたくさん見てらっしゃると思うんですけど、入退院を繰り返す、でも治療に向き合うお子様と家族に対してはどんな思いで当たられてるんですかね。難しい面もねたくさんありますけれども、やはり医療を受けてまた良くなって社会に帰る、例えば、お子さんだったら学校にまた通いたい、お家で過ごしたいという希望を持ってご入院されてくるわけですので、それはいつも同じように受け入れて、きちんと治療を終えて帰れるようにサポートをしようというふうに思っています。そういう時にやはりここのハウスをそのクッションとして使わせていただいているのも子どもたちにとっては何でしょう、病院とお家の間に一つ、もう一つの我が家がこちらのコンセプトですけれども、いる場所があるっていうのは、ここの行き来を少しスムーズにする役割もあるんじゃないかなっていうふうに思っています。小宮山さんのお話で、周産期とか、新生児の医療が非常に発達して、ただ本当にお小さく生まれてずっと長い間入院されて、1年ぐらい経ってから、家庭、そこで初めて家族と過ごされるというケースも多いんではないかと思うんですが、このあたりはいかがなんでしょうか。おっしゃる通りです。医療が大変進歩してきましたので、小さく生まれたお子さんもきちんと病院で成長して退院できるようになりました。少し医療ケアが必要なままお帰りにならなければいけないお子さんもいらっしゃるのは事実ですけれども、でも救える命は多くなったと思います。そういった方をご自宅でご家族の方が受け入れるためには、やはり心の準備も必要ですし、毎日をずっと一緒に過ごせなかった1年なり2年の間を埋める、私たちは家族だって思えるような接触が持てるとか、そういった機会を病院の中では大事にしています。そしていざ退院となった時に、いきなりこう0から100になるのではなく、やはり外泊の機会を持つとか、例えばこちらの施設を利用させていただいた方もいらっしゃると思いますけども、病院じゃない場所で少しでも病院に近くてサポートが受けやすいようなところで練習のようにして、でご自宅に安心して退院できるっていうようなステップにも、使わせていただいたこともあるかと思います。
もう一つ追加でご両親とあと兄弟が、はい、病気のお子様がいて、ね、プラス兄弟がいらっしゃるっていうケースがあると思うんですけど、はい、鈴木さんのところではその何か夢を叶えるのにご兄弟も一緒とかいうケースもあるんでしょうか。そうですね、願い事を叶える時っていうのは必ずご家族皆様で、はいはい、ご参加いただくっていうのが、まあ、私たちのルールでもあるんですけれども、まあ、でも、まあ、何かを差し上げるっていう意思だとね、なかなかまあ、できればその一緒にこうパーティーをしたりとか、はい、そういった形でお渡しをしたりとか、はい、あとはどんな時でもご兄弟の分のちょっとしたプレゼントは忘れないようにっていうことはいつも心がけていますね。平等に。どうしてもお子さん、お病気のお子さんにこうスポットライトが当たってしまうので、そこはあえて弟さん、妹さん、お兄ちゃまお姉ちゃまの分もしっかりとこうケアをするようにっていうのは心がけています。さて、いろんなお話が出ましたが、今後の、まあ、展望といいますか、鈴木さんの団体で、まあ、これどうしてもコロナを避けて通れないのですが、はい、これからの、まあ、メーカーウィッシュさんとしての希望だとか、まあ、まあ、何でしょうね、夢だとか、はい、やってみたいことなどをちょっとお聞かせ願いますでしょうか。はい、もうそうですね、私たちの願いというのは本当にただ一つで、もう一人でも多くの子どもたちの夢をお手伝いさせていただきたいっていうのがもう本当に私たち世界中のメーカーウィッシュのたった一つの願いなんですね。そのためにはやはりこう医療従事者の皆様のご協力が不可欠ということで、確かに今こうコロナの状況の中で私たちのお手伝いもかなりの制限を強いられてはいるんですけれども、でもまずはお申し込みをしていただきたいなと思うんですね。中にはこう病院の方が気を使ってくださってね、こうメーカーさん今大変だろうからお申し込みをしてもね、なかなかこう叶えられないんじゃないかってこう心配してくださる先生方もいらっしゃるんですけれども、でもお申し込みをいただいたからには私たち全力で取り組ませていただきますので、例えばこれまでのお出かけのウィッシュはできないかもしれないけれども、でも違う形で必ず嬉しいお時間をお届けすることができますのでね、お子さんはきっと何がしたいとかこれが欲しいとかって考える時間がね、きっと嬉しいお時間になりますから、ゼロではないので、まずはお申し込みをもっともっとたくさんいただきたいなっていうふうに思っています。今後のいわゆる病院としての、まあ、小児の医療ということ、そして、まあ、やはり先ほどからキーワードになっている、ハウスを含めて他の団体への、まあ、連携の、まあ、希望などがありましたら最後にいただきたいと思います。はいはい、私たちはやはり病院ですので、お子さん一人でも多くのお子さんの命を救いたい、そして健康を回復したい、これが私たちの使命だと思っています。その上でやはりお子さんがちゃんとお子さんなりに幸せに成長していけて、ご自身が希望を持って社会に帰っていける、そのための、まあ、医療でありたいというふうに思っています。そしてお子さん一人の健康ではなく、やはりご家族全体が望む生活といいますか、まあ、一緒に成長していける、そういったお手伝いができるといいなと思います。で、私たちは本務は医療看護ですので、そこに一番力を注ぎます。そしてその希望ですとか社会に帰っていくというところでのサポートはぜひいろいろな方にお願いしたいと思っています。私自身が今日はすごくお二人に元気をいただいてですね、明日からもまた患者さんとやはり家族を中心としてどんなことが私たちにとってできるかということをみんなで考えながら、またチームで、皆様方ともチームと思って活動させていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。続いてはドナルド・マクドナルドハウスをスポーツを通じてご支援いただいている北澤剛さん。ハウス訪問やイベントの開催などを通じてご支援いただいている石田光さんに、ハウスサポーターとして普段どのような思いで活動を行っているのかお話を聞いてみたいと思います。マクドナルドとか行くんですか？行きますよ、行きます行きます。どっちかっていうと俺はそういうイメージがやっぱあるのかなと思うんだよね、コフランクも。
普通にレジに並んで買い物していくっていうのはあるかもしれないけど、あんまりそういった雰囲気がない。そう、ね、そうですか、うん、いや私もとにかくドライブが好きだから、そうなんだ、車の中で飲んだり食べたりしながらドライブするっていうのがもう大好きだし、ファミリーでとか、うん、いや行きますよ、しょっちゅう行きます。あ、そう、うん、私の子供の時はやっぱマックって割と特別な日の出来事だったから、あんまりそんな頻繁に連れてってもらったりとかしなかった。子供の時のなんか憧れからね、思い出からなんか自分の子供たちに引き継ぎながら、なんかこう大人になってきながら、また我々はマックとの関わりが少し変わっていきながら、もしかしたら大人になってドナルド・マクドナルドハウスの存在は知ってるかもしれないけど、なんか子供の頃からなんか子供に優しいとか、子供へなんかこうサポートしてくれてるお店だったりとかっていう雰囲気をなんか我々感じながら、またハウスとの出会いになっていくのかなっていう感じ、うん、やっぱり20年前でさえ多分私はこの存在をまだ知らなくて、うん、まあ、子供を持ってレジの横にある募金箱を見て、うん、マクドナルドハウスってなんだろうっていうところがきっかけで、うん、お誕生パーティーをしてくれたり、昔からやっぱ子供のことを考えたお店、うん、だからこういうハウスを運営されてることへもつながっていってるんでしょうね、うん、今も。きっかけはですね、まあ、サッカーやってたからじゃないかなと思いますよ。で、スポーツをやってるっていうことで、まあ、我々、まあ、J リーグがスタートして、うん、なんでしょう、サッカーがっていうことが強い発信で言ったんですけど、うん、まあ、振り返っていくと、じゃあ社会に何の役に立ってるのかなって、そのスポーツが、うん、でそういうのはやっぱ直接的に働きかけることをしていかないと、そもそもそのスポーツやサッカーの価値っていうものがやっぱないんではないかなっていうふうに思って、でそういった意味でスポーツでやれること、ピッチ上じゃなくてピッチ外のところでやれることって何なのかなっていうこと で我々の商売としては夢を与えていったりとか勇気を与えていくっていうことを違うフィールドでできないかなっていうことで、自分がやりたいことがそこの場所にあるなっていう場をくれたので、なんか、まあ、言葉は違うかもしれないけど、なんか生き生きとやらせてもらったというか、やっとそういった場をいただいたことによってスポーツの価値を表現していけるなと、でスポーツが社会に役立てるものになっていくなっていうのをすごく、もうどれぐらいになるんですか。実際にここ足を運ぶようになったのは、そのマックの広告をさせて、うん、いただいたことがきっかけで、それがもう5年ぐらい前かな、うん、それで初めて東大ハウスの方に伺って、でそこから物品の寄付っていうんですかね、うん、クリスマスみたいな、そうそうそう、クリスマスプレゼントを、うん、何かしらの形でお送りできたらいいなと思って、でハウスの方と相談して、私がこう呼びかける形で多くの方に賛同していただいて、毎年子どもたちに送らせていただいてますね。それは本当私だけじゃなく多くの方がのご協力があってですけどね。なんかフットサル大会とかされてるんでしょ、うん、そうなんですよ。でフットサル大会も呼びかけると、もちろんフットサルやりたい人たくさんいるんだけども、そのフットサルをやることによって何につながっていくかっていうね、結局そのことだけをやるわけではなくて、それをやることによって何か生かされる、例えば何か買ったらまた何かに生かされるとか、その社会とつながりを常にこう融合していくというか、そういうことでさらになんかこう参加者の人たちのこう自分自身の存在意義みたいなのを感じるんじゃないのかな。だからそれが2回3回と続く理由っていうのは、もっとやっていきたい、もっと役に立つならばもっとやりたいという人たちがやればやるほど増えていくっていう、で地域も増やすとどんどん増えていくっていうことになるので、僕自身もだからそういうことがこう旗振ってやれることで、あ、サッカー選手をやってきてよかったなって思える瞬間だし、やっぱり自分が何かやってきて自分自身に誇れるものをチャリティーを通じてやれることっていうのは次世代にもつないでいきたい。で僕は大人になってからそのことを知ったんだけど、今全国大会に出る少年たち少年少女たちが
その年代からスポーツとチャリティーの関係、スポーツと社会の関係っていうことを小学生のうちから知ってったら全然違った世の中になるんじゃないかなということで、あの JFA アンダー12の全国大会でブラインドサッカーの人たちとそういったアクティビティをやっていくこと、またお話をしていくことによって、スポーツ選手はそういったことまでも含めてスポーツ選手なんだっていう話をしていくと、みんなそうなんだっていう、素直に受け入れられる力があるから、大人になって理屈から入るよりは子供の頃からそのチャリティー文化を育てていくっていうか、もう身近にね、 それがもうこう一体なんだっていう教育というか、うん、体験というかね、うん、そういう、 こう環境、すごく大事ですよね、で同時にこの施設で難病を戦っている子どもたちは同世代なので、やっぱ同世代の子どもたちがサポートするっていうことも、我々親目線だけではなくて同世代が支援するっていうこともすごく、まあ、例えばいじめ問題だったりとか、人をこう気遣える心だったりとかっていうことで、なんか解決に向かうものにもなるんじゃないかなっていうのはすごくやりながら感じてますけどもね、マクドナルドの店舗に行くと、あの募金箱があることは認知はしてたんですけれども、こういう形で子どもたちのためにあるというのは、正直、今回の活動を通じて、私自身も、知りました。家族と一緒にちょっと今日休日の昼食マクドナルドにしようかなんて時には、まあ、2000円をとりあえず渡して、子どもが3人分の、いろんなセット買って、あとちょっと隣の募金に入れたよみたいなのが、まあ、なんか我が家でいうとマクドナルドを使わせていただく時はそんな感じで、ルールを作って習慣づいたのが、まあ、我々にとってはすごく、きっかけになったのかなと思ってます。参加してみて、自分が子供だった頃っていうのをちょっと一度考えたことはありました、自分が子供だった頃、あのサッカーが不自由なくできたっていうのは、周りの大人たちの支えがあったからっていうのもあるので、難病の子供たちでもサッカーを楽しめるとか、人生を楽しめるっていうのも支援をできたらなっていうのは、これをきっかけにちょっと考えるようになりましたね。このフットサル大会を通じて、いろいろな人たちの支援っていうものをイベントとして実現したいなっていう、そういった気持ちになりました。東京マラソンは辛いよマジで辛いでも完走してるんでしょ。完走すごい。自分のプライドと、あとは目的、走るっていうだけの目的だったら、俺は途中でメトロに乗って帰ってるよ間違いなく。だけどやっぱり自分のゴールって、ゴールすることでそういうことを知ってもらうとか、何かの役に立つっていうメンタリティがあるとやりきれるからね。マラソン選手もすごいなと思いながらも、けどああいった東京マラソンとか今ああいう大会が何かに生かされていくっていうこと、いうことにシフトチェンジしたところはすごくいいと思う。参加者にとって目的意欲が上がって、でなおかつ走った後の達成感プラス自分が社会に貢献したっていう思いを自分自身に持てる仕組みは最高だと思う。だから本当にスポーツのあり方を作ってくれたなって思いますよ。走ることによってなんかいろんなことが走り出すっていうか、チャリティーに向けた認知だったりとか、なんか背負って走るといいなっていうのは、でそれを賛同してくれた仲間たちも同じユニフォームを着ていっぱい走ってるわけよ。でそれが年々増えてくるわけよ。そうするとね、なんか孤独なんだけど一体感みたいなのも味わえるっていうね。ここがゴール地点だったんだよね、チャリティーラン&ウォークが、ね、やりましたね。なんかあらゆるジャンルの人たちが参加してくれて、ね、走りなんだけど歩きなんだけど、なんかいろんな人たちが、ね、なんか一つのチームになってくれたのはすごく広がりを持ったかなって、参加してくれましたもんね。あの長距離が苦手で、歩くのは好きなんだけど、でもあの日はあのトークだけで参加しましたけれど、だからそういうのができなかったとしても参加ができる、名称としてはなんかラン&ウォークなんだけど、そうじゃなくてもいいってことでしょうねすいません、いやいやその代表じゃないですか、すいませんすいませんいやいやでも本当にこうオンラインがバーって発達したので、全国で参加していただけたっていうのもまた嬉しかったですよね。確かにね、今までチャリティーリレーとかやるとその場に集まってやってたんで、もちろんその場に集まってその雰囲気を共有することも大事なんだけど、なんだろう、全国各地で一斉にスタートできることは、
大きな広がりを持てるかなって、なんか不思議な、まあ、新鮮でしたよね、うん、若干ね最初不安あるんだよ、目に見えないから、おいみんな参加してくれてんのか俺みたいな、でだんだんそれがなんかこう出てくると、あ、なんかやっぱこれ広がるなと思って、うん、形になるとね、うん、でここにいたら結構いろんな方たちがこうゴールしてくれたりとかしてくれたんで、あの時ミルカちゃんだっけ、うん、そうでした ね参加してくれた、北澤くんがユニフォームをあげてましたね、そうなのよ、喜んでた、あの子はねまだバギーに乗ってる時からの出会い でそれからお会いしてなかったんだけど、すっかりね、お姉さんになってけど、彼女も病気を抱えながら自らがそういった場に出てくれるっていうのはすごく勇気のいることかなって思うんだよね、もしかしたら周りとは違うっていう中で辛い部分もあるけど、あの勇気は本当に素晴らしいなって、ね、お母さんもね、うん、走ってくれましたね、うん、まあ、いろんな形でこう、まあ、普及活動っていうか、うん、このやっぱハウスの存在を知ってもらって、ね、やっていきたいですよね、そもそもなんだろうな、何かに立ち向かっていくことじゃないですか、だからいろんなことでなんかできないっていうことじゃなくて、なんかできることをみんなで考えていく、うんうんね、うん、そういうことがなんかまた達成したりとか、その募金額だったりとか寄付のものだったりとかにつながっていくと、またなんかやってよかったかなって、皆さんも参加してよかったかなっていうのにフィードバックされていくのかなっていうのは感じますけどもね、うん、ここ最近ハウスに向けての取り組みっていうか、そういうのは、この病院でクリスマスを過ごさなければいけない子どもたちにとって、ね、うん、何かしてあげられたらいいなって思いますし、うん、でやっぱりそういう呼びかけをすると、うん、あのもう喜んで賛同してくださる方が本当に多いので、うん、あ、皆さん気持ちはすごく持ってる方が多くて、でもどうしたらいいかわからないっていう方が本当に多いんだなっていうのを実感するんですよね、お菓子を作ってるお友達がいて、でその方にも、私は初めあの仕事としてお願いしたいんですと、であの例えば200個ぐらいお菓子を焼いてもらいたいんですけど、うん、って言うと、いやいやもうあの喜んでやらせてもらうっていう風にして、結局寄付してもらったり、毎回寄付してくれるんですよね、だから本当気持ちを持ってる人はすごく多いから、うん、なんとかこのその気持ちを形にしていきたいですよね、うん、ここに限らず、実際直接伺うっていうのはちょっと状況的に難しいので、うん、あのお子さんに会えないお家の方とか、うん、精神的にも本当に辛いと思うんですよね、うん、もちろん肉体的にもお家じゃないところで暮らすことってそれなりにストレスがかかることだと思うし、だからそういうお家の方がこう少しでも楽しい気持ちになっていただけたらいいなと思って、ほんの少しの贅沢を感じてもらえたらいいなと思うものをこうお送りしたりしてますね。あれですか、読み聞かせとかもやるんですか。うん、してきたこともありますね。やっぱ医者さんの語りで読み聞かせ聞いたら言えるもんねそうですか、うん、これは聞きたいと思うし、いや、やっぱり、うん、自分に何ができるかって思うと、うん、体で表現することしか、うん、私にはできないんですよね。けどすごい寄り添ってる感じが、実生活でも母親になって、うん、風邪をひいただけでも辛いじゃないですか、うん、親って、うん、その小さいことでも何とか変わってあげたい、変わってあげたいと思う、ね、思う、でも変わってあげられないのが一番辛い、うん、でもここで過ごしてる方はもうそんな苦しみじゃないわけじゃないですか、うん、だから、まあ、機会があればそういうお家の方とお話をして、まあ、少しこうやり取りさせていただくぐらいしか実際にはできてないですけどね、うん、ボランティアっていうものがまだまだこう根付いてない国だと思うので、うん、うーん、
何とかしてこう入り口を作ってこう広げていきたいですよね、うん、いや本当ですね。まだまだ走り始めたばっかだと思うので、もっと広げていきながらこのハウスの数をもっと ね増やしていくことによって、本当にそうですよね、利用の範囲も変わりますからね、うんうん、そうすると子どもたちの将来も変わってくるのかな、本当そうですよね、うん、本当そう、その遠くから、まあ、もちろん病院の事情とかそういうのもあるんでしょう、治療の方法とかもあるんでしょうけれども、でもハウスがお家の近くにできることによって、そこまでこう遠方に通わなくてもいい方がきっと出てくると思うしね、うん、やっぱりハウスの数をが増えていったらいいなと思いますよね、うん、今回ちょっとコロナでライブでできなかったこととかやっぱり多かったんで、うん、まあ、その分こちらも頭を使いながら止めてはいけない、だからこそできないからこそ何ができるんだっていうことを発信していく必要があると思ってやっていきながら、うん、今 e スポーツの世界がすごく広がっていて、うん、ただその e スポーツもスポーツなのかどうかって言われてるところもあるわけ、うん、ただそのスポーツって鍛えるとか訓練されていくっていうことじゃなくて、本当に楽しいっていうことがスポーツなわけであって、うん、その感覚っていうのは e スポーツの中にもあるわけよ、うん、だからもうスポーツとして捉えながら e スポーツでできること、今までチャリティーフットサルをやってきた要素をそこに持ち込みながら e スポーツをやっていくってなっていくと、うん、またその分野の人たちもその理解をしていくことに広がるのかなと思うので、うん、まあ、デジタルが進化していく中でそこのフィールドを活用していきたいっていうのはそこありますけどもね、うん、私もやっぱり何年かやっているクリスマスのプレゼント企画は、うん、続けていきたいと思ってますね、うん、でやっぱり今年よりも来年よりも再来年ご参加してくださる方が増えることを目標に、うん、どん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 呼びかけていきたいです、うん、いろんなハウスをやっぱ訪問して、今まではこう朗読をしてきたり利用者さんと触れ合ったお話をしたりぐらいしか私にはできないんですけど、でもそこでこう知り合ったお母さんたちとまだ交流があったりするんですよね、うん、そういうつながりはやっぱり大事にしていきたいと思いますね。どうでしたか、参加してみたい気持ちになったんじゃないでしょうかね。僕ができること、医者さんができること、いろんなそれぞれのできる範囲って皆さんにもあると思うので、それは小さい大きい関係なしだと思いますし、ただやったことで得られるものっていうものは同じぐらいの大きさになってくると思うので、ぜひちょっとこうどうしようかなって思ってる方、一歩踏み込んでいただけると、その踏み込んだ理由がやってみた後によくわかると思うので、我々と一緒になって、頑張っていきましょう。皆さんいかがでしたでしょうか、私たちまだ私もまだ数年なんですが、ハウスのことを多くの方に知っていただきたいと思い活動させていただいています。みんなで力を合わせて、本当に助け合っていけたらいいなと思いますので、これからも興味を持ってこのマクドナルドハウスのことを知っていただけて、そして何らかの形で活動に参加していただけたら本当に嬉しいです、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。最後にクラウドファンディングについてのご案内です。ドナルド・マクドナルドハウスは多くの皆様のご寄付と募金で成り立っています。昨年よりシェアハートプロジェクトがスタートし、入院中の子どもたちや付き添い家族にアメニティグッズやおもちゃを配布するハートフルカートを病院に導入しました。このハートフルカートの数をさらに増やすためクラウドファンディングを立ち上げました。クラウドファンディングページよりサポートができますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。
また同時にドナルド・マクドナルドハウス募金もヤフーネット募金で受け付けております。画面の QR コードよりページにアクセスが可能です。皆様からいただきました寄付金はドナルド・マクドナルドハウスの建設運営に使わせていただきます。こちらのネット募金にもぜひご協力ください。よろしくお願いいたします。これまでご紹介したドナルド・マクドナルドハウスの活動や現場の声、サポーターの皆様のメッセージはいかがでしたでしょうか。ドナルド・マクドナルドハウスは今年で20周年を迎えましたが、これからも病気の子どもとその家族をサポートし続けます。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。